ギアリング級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の艦級、アレン・エム・サムナー級の後続性能を強化した改良型であり、またフレッチャー級の最終発展型である。第二次世界大戦終了直前の1945年3月から収益を開始しており、152隻建造予定だったが、戦争終結、建造中止のため98隻で打ち止めとなった。 ほとんどの艦は戦後に収益しており、回収を受けながら長く用いられ、アメリカ海軍には1970年代まで在籍していた。またその後も西側諸国に広く供与、売却されており、最後の艦は2014年にようやく退役した。なおネームシップであるギアリングの艦名は3代にわたって海軍軍人であったヘンリー・シャルファン・ギアリングから取られている。 サムナー級は重兵装で好評であったものの、このためにかえってしのげな未成と、航続性能が低下したという問題があった。これを解決するため、本級では船体を4.3メートル延長し、全部機械室と後部間室の間に燃料庫を設置した。これによって燃料搭載量が増加したことにより、航続距離は延伸され、 後部戦隊が延長されたことから対抗性も改善、また機械室と艦室の間に中間区画が設置されることになったため高端性も向上した。主機関はサムナー級のものが踏襲されており、主ボイラーはバブコックウィルコックス社製の重油戦掃式水艦ボイラーを4艦、主機はゼネラルエレクトリック社製のオールギアード蒸気タービンを2機搭載した。 同出力ではあるが、船体長が長くなったことから、速力の向上も期待されたものの、こちらはかえって低下する結果となった。これは、重並走化による艦の質量増大が、船体長延長による増波抵抗の低減で補えないほどであったためと考えられており、34ノットという速力は、列強の同世代駆逐艦中最低の数字であった。新造時のは、 原型となったサムナー級のものがむね踏襲されており、手法としては三十八口径五インチ両用砲を三機の連装砲塔に配して完全部に二機を背負う意識に後部に一機を搭載している。ボフォースメートル広角機銃に関しても、当初は連装砲が二機と四連装砲が二機の計十二門であったものが日本軍特別攻撃隊の脅威の深刻化に、 伴って後部長魚雷発射艦が4連装砲画に交換されている点も同様であるただし本級の竣工は1945年から1946年と終戦をまたいでいることから中期建て造艦では当初から上気のような装備容量となっており後期建て造艦では長魚雷発射艦を持たない艦もあった護衛駆逐艦エパーソン マジロンは建造途中の1948年1月、艦首記号を D に改めて対戦艦として収益した。マーク3838 38口径5インチ連装砲2番砲塔を搭載しない代わりに、旋回型のヘッジホック対戦迫撃砲、またはマーク108対戦ロケット砲1機を搭載している。他に収益後同様の階層が施され、 監視記号を D に改めている艦として、ロイド・トーマス、ニュー、ホルダー、リッチ、ロバート・エル・ウィルソン、ウィッテク、フレッド・ティー・ベリー、ノリス、マカフェリー、ハーウッドがある。なお、いずれの艦も後のフラム改装後、監視記号を D から DD へ再変更している。レーダー紹介駆逐勘艦および、グッド・リッチ、ハンソン、スタイネーカー、ダイス、ファースの六隻は、 レーダーピケット化任務に従事することから DDR に監視変更されている。特にダンカンは後部閉装を撤去し案、SPS-8 広角測定レーダー、他官を搭載している。なお、後に監視機構を DDR から DD へ再変更している。フラム改装上、建造当初のギアリング窮駆逐艦サースフィールド。下。 フラムアイ海相後のギアリング級駆逐艦、ローアン。船体の上部構造物の形状が大きく変わっている。ほか、マスト状に追加されたレーダーアンテナルや兵装類の変化がよくわかる。1950年代、冷戦のグローバル化が進み、また各種の技術進歩によって海洋戦の予想が一変する一方、アメリカ海軍の主力艦艇は依然として、 第二次大戦期に建造されたものによって占められていたことから艦隊全体の近代化、艦令延長を狙ったフラム改造が計画された。駆逐艦に対するフラムの場合、300隻に及ぶと予測されたソ連の潜水艦隊への対抗策としての対戦戦能力向上が主眼とされており、その程度によってフラムマーク I、マーク II のにパターンがある。 フラム IA 改装後のペリーこちらは全部2番砲塔を維持する代わりに後部砲塔を撤去した上で後部甲板にマーク323連装単魚雷発射管を搭載している。フラム I は主としてギアリング級を対象としたものであり75隻が改装を受けた。改装範囲は多岐にわたり船体、手機、兵装の乾燥が行われている。 環境などの構造物は新しく作り直され、CIC は拡大、蒸気タービンボイラー等、手機もそれぞれ新しいものに換装されている。また、寒冷も8年延長された。対空捜索レーダーは、アン、SPS-29 内視改良型のアン、SPS-37 に、ソナーも、より新型で低周波、大出力のアン、 SQS-23 に換装され、一部艦では、可変深度ソナーも搭載された。兵装は、対艦用の 533mm 後、連装魚雷発射艦、対空用の 40mm 機銃内視マーク、333インチ連装砲はいずれも撤去され、3機のマーク、385インチ連装砲も1機が撤去された。新しく対戦兵装として、 マーク44単魚雷を発射できるマーク323連装単魚雷発射艦、同魚雷をロケットで遠距離に投射できるアスロック8連装発射機、同魚雷を無人対戦ヘリコプターでさらに遠距離に投射できる QH-50C ダッシュの運用設備が設置された。QH-50C ダッシュは艦により遠隔制御される無人対戦ヘリコプターで マーク44対戦魚雷を2本搭載可能であったことから、この導入によって攻撃可能範囲が大幅に拡大された。フラム IB 改装後のバジロン。全部2番砲塔を撤去し、空いたスペースにマーク323連装単魚雷発射管とヘッジホックを搭載したほか、前後の煙突の間にアスロック発射機を搭載し、後部煙突の後方に QH-50 ダッシュの格納庫と発着艦板を追加している。フラム I 海装艦も、その並走配置からグループ A とグループ B に大別される。フラム IA 海装艦は、3番砲塔が撤去されており、もともと3番砲塔があった後部艦板にマーク323連装単魚雷発射艦2機を装備しているほか、2番砲塔の後方左右に2機の ヘッジホックを装備している。フラム YB 階装艦は2番砲塔を撤去して空いたスペースにマーク323連装単魚雷発射艦とヘッジホックを2機ずつ装備している。またフラム2階装は主としてフレッチャー級及びサムナー級を対象に計画されたものであるが本級に対しても一部適用されている。これは概ねフラム I に準じるものの より全身的なものに止められており、魚雷、機関砲は撤去されたが5インチ砲は3機維持され、対戦兵装の内アスロックは搭載されなかった。管令延長も5年に止められている。フラム2改装後のエヴァレットカイラーソン。砲塔3機はそのまま維持されているが、アスロック発射機は装備していない。前後煙突の間の両弦に、マーク323連装単魚雷発射管を、 搭載しているほか、2番砲塔の斜め後方両舷にヘッジホックを装備している。カー・ペンターとロバート・ A イ・オエンズは戦争終結に伴い一旦は建造中止となったが、設計を大幅に改めて対戦駆逐艦として収益した。このため両艦をカー・ペンター級として別クラスに区別する場合も見られる。なお、監視記号は前日の対戦兵装装備艦と、 同時期に DDK から D に変更している。並走は収益時50口径3インチ連装砲マーク33及びマーク108対戦迫撃砲、各2機を戦隊の前後に配しヘッジホック対戦迫撃お及び533ミリ対戦魚雷発射艦4門を装備した。環境が他の同型艦と比べ一段高くなっている。 3インチ連装砲は1950年代に70、合計3インチ連装速射砲マーク26への換装を実施している。1960年代に入ると、同級にもフラム改装が施されており、看板号もこの時点で D から DD に変更されている。1980年代初頭にそれぞれ退役、両艦ともにトルコ海軍へ引き渡されている。 ジャイアットギアディング級の3番艦、ジャイアットは、テリアシステムを改装する改修を受けて、1956年に、艦番号を DDG-1 と改めて最終駅し、世界初のミサイル駆逐艦となった。ただし、同艦においては、艦型に対して、ミサイルシステムの重量が課題で運用に難儀したことから、テリアシステムは、 駆逐艦に搭載するには大掛かりすぎるシステムであると結論された。このため、以後のテリアシステムの搭載は、より大型のミサイル共同駆逐艦に限定され、ミサイル駆逐艦用としては、より小型のターターシステムが開発されて搭載された。ジャイアットのシステムも1962年には撤去され、看板号も従来通りに服した。1970年代に入ると、 より洗練された対戦能力を有するノックス級フリゲートやスプルーアンス級駆逐艦の建造配備が始まったことにより相対的旧式化が明確化したギアリング級駆逐艦は米海軍からの退役が進められ多くの艦が冷戦下の西側諸国に供与、売却された外国に供与売却されたギアリング級駆逐艦も1990年代に 入ると、冷戦集結による軍縮や、船隊の老朽化の進行に伴い蓄次退役が進められていき、最後まで残っていたメキシコ海軍のネツァルコ・ヨトルも2014年に退役している。各国での海装ギアリング旧駆逐艦をアメリカ海軍から引き渡された各国とも、程度の差はあれど何らかの改装を行っている。主な改装は以下の通り、 台湾中華民国海軍の DDG-921 両用1993年撮影。竹進三3号海装を受けており、兵装が大きく変化している。1971年から1983年にかけて台湾海軍にはフラム I 海装型12隻とフラム2海装型2隻の計1 4隻が引き渡されたほか、 部品取り専用に2隻が追加で引き渡されている。台湾海軍引き渡し後、これらの間に、竹進1号、竹進2号、竹進3号と呼ばれる大規模な近代化改装を行っている。中でも、竹進3号と呼ばれる近代改装は、改装規模が最も大きく。 RIM-66 スタンダード SM-1MR 艦隊空ミサイルの運用能力が付与され、台湾海軍における艦艇区分も DD から DDG に変更された。竹進む3号階層による変更点は以下の通り。しかし関連が50年を超え老朽化一しく、徐々に退役が進み、2005年11月26日に、 最後まで残っていた DDG-923、信用が退役した。なお、竹進スス3号海装艦搭載の各種兵装等は、他の艦艇に移設され、スタンダードミサイル SM-1、MR 艦対空ミサイル発射等、スター -180 下機管製レーダー、DA-08 対空捜索用レーダーは、済み要求フリゲートに、 W-160 火器管制レーダー、u 風、2通型艦隊艦ミサイル発射等 76mm 単装砲は近郊級ミサイル艇に搭載されている。ありがとうございます。